くら寿司、クリエイト、そしてケーズ電機、町の中心に最強の婦人店。そう、ここは小田原市東町。今回は7月の猛暑の中、ふらりと立ち寄った東町をご案内。本当に暑くてあまり立ち寄れず、今回の映像は短めです。さて東町ですが、小田原駅から歩いて 2,30 分程度のところにあります。有名なお店といえば、こちらのジャンさんは東町ですごい有名ですね。姉妹店のジャンジャンさんとともに、緊急事態宣言で現在はしばしお休み中。看板にあるおしゃぶり用途までの謎は再開時にお伝えします。さて今日も適当にブラブラしましょう。まず最初にご紹介したいのがこちらの小福院さん。参道に見応えがあるとついつい立ち寄りたくなりますね。1号線沿いにあります。こちらのお寺では仏教の原点に立ち返って、仏教を生活に生かすというお考えから座禅会や写経会をやられているようです。2021年8月現在でも実施されていて、僕のように座禅初心者は事前に座禅の組み方が記された紙というか用紙みたいなのをいただけます。9月に入ったら体験する予定です。続いて住宅地の中をめぐって、とても分かりづらい場所にあるのが新田義貞の首塚です。新田義貞とは鎌倉末期から南北朝時代の名称で、後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼす際に大活躍した歴史的に重要な人物。なぜこの場所に首塚がという疑問があるかと思いますが、足利尊氏との戦いに敗れ晒し首にされていたところを家臣が奪い、故郷の上野国、今の群馬県ですね、そちらに届ける道中、現在のこの地阿弥一色村まで来たところで病に倒れ、やむなくこの地に埋葬したとの伝説が残っています。義貞の首塚はここ以外にもゆかりの地でいくつかあり、それぞれにドラマがあるようです。そして近くの八幡神社境内に新田義貞の祠があるというので行ってみましょう。広い境内には遊園地もあり、高い木々に覆われていて、セミの演出も虚しく涼しく開放的な空間です。なんかですね、上の方から大きい鳴き声がします。鳥の巣がありますね。おそらくシラサギの巣ですね。すごい高いところにあります。こんな場所で生活してるんですね。ということで大型の鳥なので巣の下は踏んで真っ白。結構な量だな。とりあえず八幡神社にお参りしましょう。お賽銭はだいたい5円から100円です。なんとなく。さて新田義貞の祠は八幡神社の右手にありました。都内には義貞公の子供の新田義興を祀る新田神社もあるそうです。そろそろお腹が空いたので1号線を歩いているとカフェの看板。ランチが700円、安いですね。安さにつられてちょっと歩いてみますが、こんなところに本当にお店があるんでしょうか。ありますね。なんかジブリっぽい感じがします。こちらはカフェジュリアン。早速入ってみましょう。こんにちは。店内は落ち着いた雰囲気で、誰もが聞いたことのある洋楽が緊張感を和らげてくれます。スタンドバイミーとかかかってました。ランチメニューをお願いしてしばし店内を観察。さてお楽しみのランチが到着。やや濃いめの味付けがたまらなくうまい。ご飯が進みます。多分お母さんこれご飯大盛りにしてくれたな。お腹いっぱい。数日後にまた伺ってケーキセットをいただきました。ハマると通い詰める癖があります。シェパードのさくらちゃんや猫ちゃんを見ることもできて、動物好きの方にもおすすめのお店です。多分またすぐに来ます。
さて、お店を出て最後は海岸の方に行ってみましょう。ちょっとですね、今回本当に暑くて、ここ東町には他にも見どころがいくつかあるんですが、いまいち撮影できなかったので、ちょっとそれは次の機会にします。さて、東町海岸、釣り人がちらほらいますね。こちらの海ではウミガメが産卵に来ることもあるみたいです。駐車場がないのでね、それもあって多分人が少ないんでしょうね。ちょっとせっかくなのでしばらく海でボケっとしましょう。やっぱり海は最高ですね。といったところで本日は以上。熱中症にはお気をつけください。それではまた。